いよいよ最終コーナーですね。そうですね。ほっとしましたね。とうとう来てね、ここまで。4時間ですから ね、 その前僕ら4時間やってますから、一部地方の方ご覧になれてないと思いますけど、2時からスタートしましたから、ですよね、計僕ら8時間、で最後は、はい、最後はね、あのとっておきのものなんですけれど、その前に、今までずっとやってきた今のちょっとお聞きしたいんですけれどもね、あの TBS っていうのは本当の TBS がない暇話と飛び出すとか、そのよく見てたし、私は会になりたいっていうあのドラマを見ました時にね、こんな小さい画面でどうしてこれほどまでにそういうところを打つのかなっていうことをですね、つくづく感じました。だから代表作私は会になりたいを上げたいですね、はい、それでは私は会になりたい、俺たちは死にとへで。ああ、本当だよな。赤髪一枚で引っ張り出しやがって。牛か馬みたいな女のぶん殴ったり蹴飛ばしたりしやがってな。なんだろう。県の警察の者ですか。豊松さんですね。先輩容疑者として逮捕します。じゃあ木村軍曹の命令で確かにこれを銃剣で突いたよ。しかしね、恥ずかしい話だが肝っ玉が縮み上がってたもんだからすぐには突いたが、銃剣は捕虜の右の腕に突き刺さっただけでしてね。おいお待ちを君に、あなたは捕まえた人を殺した、だからあなたは絵の問題に言うね、カズワオタさえ、さようなら。お父さんはもう2時間ほどしたら死んでいきます。お前たちと別れて遠い遠いところへ行ってしまいます。もう一度会いたい、もう一度みんなで暮らしたい。でももうそれもできません。せめて生まれ変わることができるのなら、いいえ、お父さんは生まれ変わってももう人間になんかはなりたくありません。人間なんて嫌だ、牛か馬の方がいい。いや、牛や馬ならまた人間にひどい目に遭わされる。どうしても生まれ変わらなければならないのなら、いっそ深い海の底海の、そうだ、海外だったら深い海の底の岩にへばりついているから、の心配もせんこともない、戦争もない、房枝や健一のことを心配することもない。どうしても胸変わらなければならないのなら、生まれ変わる。